しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりソニーグループ株式会社2024年度経営方針説明会を開始いたします。司会を務めます広報の石と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はスピーチと質疑応答を合わせて全体で約90分を予定しております。最初にまず会長 CEO の吉田よりスピーチをさせていただきます。では吉田さん、よろしくお願いいたします。皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。本日は私から経営の方向性について、その後に社長のトトキより中長期的な取り組みについてお話しします。ソニーグループではクリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動に満たすというパーパスを掲げています。言い換えると、我々の社会的存在意義は感動を作り、それをパートナーと共に世界に届けることです。このパパスのキーワードは感動です。近年我々はゲーム、音楽、映画など人の心を動かすエンターテインメント事業に力を入れてきました。現在これらの事業はグループ売上の約6割を担うまでになってきています。2021年にはグループアーキテクチャの再編を行いました。各事業が自立し、遠距離でつながる体制を整えたことで、グループシナジーも加速したと考えています。またソニーにとって重要な事業である金融事業については、パーシャルスピンオフに向けた準備を開始しています。このスピンオフにより自立を通じて、金融事業はさらなる進化を目指しています。グループとしてもソニーブランドの利用や各事業との連携強化で金融事業の進化を支えていきたいと考えています。エンターテインメントへの注力に加えたもう一つの経営の方向性がクリエーションシフトです。ソニーには大きく分けて3つのビジネスレイヤーがあります。感動に直結するコンテンツ、その感動を生み出すプロダクト&サービス、そしてクリエーションを支える半導体であるCMOS イメージセンサーです。我々はこの3つのビジネスレイヤーのそれぞれにおいて軸足をクリエーション側にシフトしてきました。そのクリエーションシフトの起点となったのが2018年の EMI ミュージックパブリッシングの買収です。その後6年間で約 1.5 兆円の投資を行い、コンテンツクリエーションを強化してきました。2021年のクランチロールの買収は感動を届けるディストリビューションサービスへの投資でした。クランチロールは日本のアニメを世界に広げることでアニメクリエイターコミュニティに貢献することを志しています。プロダクト&サービス領域でもクリエイターとともにエンターテインメントを創造することに注力してきています。現在このレイヤーの営業利益の8割以上がクリエーションに関わるビジネスから創出されています。半導体のCMOSイメージセンサーは映画制作のクリエイターから
世界中のスマートフォンユーザーまで多くの人々のクリエーションを支えています。シーモス名生産には過去6年間で約 1.5 兆円の設備投資を行っています。そしてこのシーモス名生産は新たなエンターテインメント空間と位置づけているモビリティの安全にも貢献しています。クリエイティビティは人に宿ります。そして人は今という時間を生きています。ここからはリアルタイムをキーワードに我々が注力する2つのクリエーションテクノロジーについて述べたいと思います。一つが今述べたシーモス名センサーの技術であり、もう一つがリアルタイムのコンピューティング技術であるゲームエンジンです。ソニーは近年クリエイターに向けた製品ラインナップを拡充してきています。これらの製品ではシーモスイメージセンサーがクリエイターが感動の瞬間を捉えることに貢献しています。今年発売したミラーレス一眼カメラα9M3 に搭載されたグローバルシャッター方式のフルサイズイメージセンサーがその代表例です。このカメラは今年3月に英国グラスゴーで開催された世界室内陸上でも活用されました。すべての画素を同時に読み出すことで高速で動く被写体も歪みなく捉えています。さらにこの α9M3 は8万分の1秒のシャッタースピードでフラッシュ同調撮影が可能で、まさに究極のリアルタイム技術を体現していると言えます。また今年発表した 5G 対応データトランスミッターによる撮影現場でのリアルタイム転送は迅速な報道制作を可能にしています。このようにソニーのリアルタイム技術はスポーツの感動を世界に届けることにも貢献しています。映画制作においては当社のデジタルシネマカメラフェニスの活用が広がっています。最近ではゴジラマイナスワンなど多くの作品でも採用されています。またフェニスは映画制作に加え今年2月のスーパーボウルのハーフタイムショーでも使用されています。我々は撮影する人クリエイターが現実世界をありのままに捉えることの意義は大きいと考えています。つまり現実と人がカメラで撮影したものであるか、そして実物の被写体であるかということです。こうした神聖性すなわちオーセンティシティを検証することにシーモスイメージセンサーが生かされています。シーモスイメージセンサーに加えクリエーションの領域で重要な役割を果たすようになってきたのがゲームエンジンです。ゲームはユーザーのアクションに応じてリアルタイムで生成されるコンピュータグラフィックスです。その基盤ともいえるゲームエンジンは近年映像コンテンツのクリエーション技術へと進化してきています。ソニーグループでは出資もしているエピックゲームズのアンリアルエンジンをさまざまなクリエーションのプロセスに活用しています。ゲームエンジンを活用しその場で撮影シミュレーションを可能とする施設がソニーピクチャーズエンターテインメントのトーチライトです。
公開予定のヴェノム、クレイブン・ザ・ハンター、カラテ・キッドでも映像クリエイターたちのクリエイティブなビジョンを具現化するために活用されています。今後もトーチライトでより広いクリエイティブコミュニティに貢献したいと考えています。バーチャルプロダクションの背景画像の生成にはカメラと連動したゲームエンジンのリアルタイム技術が活用されています。この撮影ショーにより監督も俳優も撮影現場で映像を確認することができます。トーチライトもバーチャルプロダクションもクリエイターの時間価値を高めるソリューションだと考えています。クリエイターに没入感のある制作体験を提供することにもゲームエンジンが生かされています。このシステムには現実空間に 3D コンテンツを重ねながら制作や編集を行うことをカウントし、クリエイターの創造の場を広げています。またスポーツというライブエンターテインメントの場においては、現実に存在する選手の動きをトラッキングして、その動きをゲームエンジンで 3D 化することでスポーツファンの層を広げています。現在この技術は米国フットボールリーグの NFL や北米アイスホッケーリーグの NHL の試合で活用されています。ここまで現実空間を捉えるシーモスイメージセンサーを用いたリアルタイムのクリエーション、またゲームエンジンを用いたリアルタイムのクリエーションについてお話ししました。ゲームエンジンはリアルタイムのコンピューティング技術です。そして最近大きく進化しクリエーションにも関わるようになってきた AI もコンピューティング技術と言います。我々は AI を人のクリエイティビティを代替するものではなく、クリエイティビティをサポートするものと位置づけています。クリエイティビティは人に宿ります。我々は今後もテクノロジーを通じて人々のクリエイティビティに貢献していきます。クリエイティビティはコミュニティを生み出します。クリエイターコミュニティが集い対話できる場の創出や次世代クリエイターを育む活動にも取り組んでおり、今後もグループでコミュニティに貢献する活動を推進していきます。ソニーグループでは過去6年間クリエーションを強化する取り組みを行ってきました。また本日述べた今この瞬間というリアルタイムということを今後も大切にしていきたいと思います。そしてソニーグループにはリアルタイム技術に加えてもう一つ強みがあります。それは人と事業の多様性です。ここからはこの多様性を生かした中長期的な取り組みについてトトキよりお話しします。皆さんこんにちは、トトキです。先日の決算発表では当年度からの3年間に向けた第5次中期経営計画をお示ししました。本中継のテーマは境界を越えるグループ全体のシナジーの最大化です。配信プラットフォームやさまざまな施設での利用機会の拡大により、これまでに獲得創出した IP の価値が高まっており、今後も引き続きグループ全体でIP 価値最大化に注力していきます。
本日は本中継の先にある未来のソニーのビジョンとその実現に向けた足元の取り組みをご説明します。具体的にはご覧の3点になります。まずはじめにクリエイティブエンターテインメントビジョンについてお話しします。パーパスを柱としながらより明確な時間軸で具体的にイメージできる到達点を示したいと考え、ソニーの未来を担う世代を中心にグループ各社の多様な人材と2年以上の時間をかけて議論を進めてきました。これはこの先10年程度の社会の変化やテクノロジーの進化を推測したソニーグループの長期ビジョンを映像として表現したものです。この長期ビジョンには3つのフェーズがあります。1つ目はクリエイティビティ・アンリーシュ、創造性の解放です。テクノロジーを活用しフィジカル、バーチャル、時間といった次元を超えて世界中のクリエイターの創造性を解き放ちます。2つ目はバウンダリーズ・トランセンデント、境界を超えたつながりです。境界を超えて多様な人々や価値観をつなげ熱量の高いコミュニティを育みます。そして3つ目はナラティブセブリオやあらゆる場に広がる体験です。クリエイターと共に想像を超えたワクワクするストーリー性のある体験を作り感動の新たな価値ポイントとして世界中に広げていきます。そしてこの長期ビジョンにおけるキーメッセージがクリエイトインフィニットリアリティーズです。私たちはクリエイターと共にフィジカルとバーチャルが重なる多層的な世界をシームレスにつなぎクリエイティビティとテクノロジーの力による無限の感動を届けていきます。この長期ビジョンが描く未来を映像化したビデオをご覧ください。想像力は私たちをどこまで連れていくだろう。限界なんてない。ここでは時間も空間も制約はない。私たちは自由だ。何にも縛られない。感性の赴くまま夢を見て想像する。今にも触れられそうな色、暗闇で踊る光、体の奥まで響く音、まるで魔法のように五感に触れ心を深く揺さぶり新たな物語を紡ぎ出す。そして物語は、情熱はまだ誰も知らない未知の領域へ。私たちの小さな世界からフィジカルとバーチャルの境界を超えたかつてない体験の場へと進んでいく。世界中の全ての物語と結びつき、より深く、より豊かに、胸が熱くなる、鼓動が高鳴る、感動が生まれていく。一緒に行こう。いつまでも続く新たな感動の世界へ。 Create Infinite Realities。 私たちはクリエイティブエンターテインメントビジョンの示す到達点に向けて未来に夢や希望を持つ多くの仲間と共に歩みを進めていきます。続いてはこの長期ビジョンが示す方向性に向けた取り組みについてお話しします。ソニーはすでにさまざまなエンターテインメントカテゴリーにおいて魅力ある IP を創出し、ファン、クリエイター、パートナーと共にコミュニティを盛り上げることで IP を育成しています。そして境界を越えて IP を拡張する
IP360 によりファンとのエンゲージメントを深め、またオーディエンスを拡大させることで IP の価値を最大化する取り組みを進めています。ここからは各カテゴリー別に足元の状況をハイライトしてご説明します。まずは注力分野である日本のアニメに関して IP 創出を促進する取り組みです。アニプレックスは世界のアニメファンに強く愛される高品質な作品を毎年数多く生み出しています。また1300万人以上の有料会員を抱えるクランチロールは日本で生み出されるアニメを海外に届けています。一方で人気が高まるにつれ新たな作品への需要が大幅に高まっており、アニプレックス傘下の制作スタジオである A1 ピクチャーズとクローバーワークスを中心に日本のソニーミュージック、ソニーグループのエンジニアと連携して制作環境と効率の改善、作品品質の向上を図っています。開発中のアニメ制作ソフトアニメキャンバスは今年度中の試験導入を目指しており、将来的には社外のスタジオへの提供も視野に入れています。またアニプレックスとクランチロールを中核に業界とも連携して海外のアニメクリエイターを育成するアカデミー設立の検討を始めました。アニメの IP と文化をファンと共に育てていく取り組みとしてはクランチロールアニメアワーズが挙げられます。8回目の開催となる今年は過去最高となる3400万以上の投票がありました。またアニメ業界の方々からも大変ご好評いただいており、今後のさらなる発展に自信を深めています。続いては映画における IP 創出を促進する取り組みです。吉田からもご紹介したように、昨今映像コンテンツの制作効率と作品品質の向上のためリアルタイム処理ができるエピックゲームズのアンリアルエンジンの活用が広がっています。その例として挙げられるのがバーチャルプロダクションやアドバンストビジュアライゼーションです。こうしたソリューションのさらなる普及に向けてソニーピクチャーズエンターテインメント傘下のピクソモンドがアンリアルエンジンの運用強化拡大する取り組みの中で培ったノウハウを生かし、エピックゲームズと連携しながらそれらの技術を駆使できる映像クリエイターを育てていきます。ゲームにおける IP 育成の取り組みとしては実写映像化が挙げられます。2019年にプレイステーションプロダクションを立ち上げて以来ゲーム IP の映像化に取り組んできましたが、より多くのオーディエンスに愛されるポップカルチャーとして IP を届け、その価値を高める好循環を作り出せています。今後はホライズン、ゴッド・オブ・ウォーなどの映像作品の制作を進めていきます。またゲーム IP をロケーションベースエンターテインメントへと展開する取り組みにも挑戦しています。音楽においても新たな IP を生み出すユニークなアプローチを行っています。小説を音楽にするプロジェクトから誕生した YOASOBI の勢いはとどまるところを知らず、アイドルで日本語楽曲として初めて米国のビルボードグローバルチャートで首位を獲得するなど世界中のファンを熱狂させ続けています。また乃木坂46やストレイキッズに代表される熱量の高いファンが新たな文化を作り出すファンダムアーティストを世界を見据えて育成し、ファンコミュニティをさらに拡大していきます。そして音楽における IP360 の取り組みとしてアーティストの連携映像化を進めています。グラミー賞を受賞したラッパー、シンガーソングライターであるリルナズ X が初めてのワールドツアーに臨む姿を記録したドキュメンタリーリルナズ X ロングリブモンテロなど、音楽という枠組みを超えた形でファンへ IP を届けています。また各メンバーの視点からビートルズの歴史を振り返る電気映画4本を同時制作する新たな取り組みにも挑戦しています。スポーツでもこれまで以上にコミュニティを盛り上げる取り組みを行っています。ホークアイイノベーションズのトラッキングシステムで取得したプレー中の選手の骨格などのデータをビヨンドスポーツの技術によりリアルタイムに 3D アニメーション化することで新たなエンターテインメントコンテンツとして届けています。それにより特に若年層へのエンゲージメントを高め
スポーツの発展に貢献していきます。さてここまでカテゴリー別に IP 価値最大化に向けた足元の取り組みをご紹介しました。一方カテゴリー横断でファンが IP にフィジカルに触れられる展開先である LBE やマーチャンダイジング、エンターテインメントのさらなる活用が見込まれるモビリティ空間にも注力していきます。 LBE は市場規模が大きく先進国も含めて今後も成長が見込まれる領域です。ソニーはすでに世界各地に IP を展開している実績があり、こうした IP とゲームやセンシング、映像、音響の技術を掛け合わせた究極の感動を味わえる没入体験を提供し、事業としての成長を目指します。マーチャンダイジングはファンの IP に対する愛着を高めるとともに新たなファンの獲得にも寄与します。この領域も一層強化する余地があり、グループ間連携も含めて加速させていきます。モビリティ空間ではセンシングデータや車両データから搭乗者や周辺環境を把握して提供するエンターテインメントコンテンツや音響技術などを用いて車内をパーソナライズされたエンターテインメント空間にすることで移動体験の価値を向上させます。ここではソニーホンダモビリティをはじめ各社との協業を進めていきます。ここまでは自社 IP の成長に向けた話をしましたが、プレイステーションなどを通じてパートナー企業の IP を世界に届けてきたように IP360 の取り組みは自社にとどまるものではありません。最近ではクランチロールゲームズがパブリッシングしているモバイル RPG ストリートファイターデュエルや現在のオブジェクトを高品な 3D モデルに変換するハイクオリティスキャンソリューションを活用し、ガンダムメタバース内へスキャンガンプラを展示したように企業の枠を超えた IP の拡張にも積極的に取り組んでいます。 IP 価値最大化に向けた取り組みは多様な文化的背景や地域に根ざした魅力を持つクリエイターのサポートを通じてグローバルにも展開していきます。例えばソニーインタラクティブエンターテインメントが昨年開始したインディアヒーロープロジェクトはインドの有望なゲーム開発者を発掘支援し魅力的なゲーム体験を世界中に届ける取り組みです。初回は5つのゲームタイトルが選ばれました。また昨年創設したソニーイノベーションファンドアフリカはアフリカのエンターテインメント事業の育成を目指し国際金融公社と提携してスタートアップ企業を支援する CVC です。このような活動を通じ企業や国、地域の枠を超えてクリエイターや IP ホルダーから信頼されるブランドになることを目指します。こうした IP 価値最大化の取り組みをクリエイターが高品質かつ効率的に行うための鍵となる技術としてはセンシング及びキャプチャリング、リアルタイム 3D 処理、AI 技術や機械学習が挙げられます。ここからはソニーの強みであるそれらの具体例をご紹介します。センシングとキャプチャリングではボリューメトリックキャプチャースタジオが挙げられます。スタジオを360度取り囲んだ多数のカメラで動いている人や物体を撮影して 3D データに変換します。そしてモーションを含む高品質な 3D アセットとしてストックし、さまざまなコンテンツ制作で活用できます。フォトリアルな再現が容易で制作自由度も高く、映画やミュージックビデオでの複雑なアクションシーンなどで使われています。今後はグループ各社で蓄積してきた 3D アセットを組織横断で活用するとともに外販することも検討しています。リアルタイム 3D 処理に関してはアンリアルエンジンを軸にエピックゲームズとの連携を深め探索活動を行っています。例えばバーチャルプロダクションで撮影したコロンビアレコーズのイニコのミュージックビデオから背景で使われた 3DCG を転用し同じ世界観の中で遊べるゲームを制作しました。またアンリアルエンジンを活用して CG のショートフィルムを制作する実証実験も行いました。マシュマロマンを演じる俳優の動きをモーションキャプチャーで取得しリアルタイムに 3D の街並みに重ねて撮影を行いました。
機械学習は昨年発売したマーベルススパイダーマン2で活用しました。ゲームに特化した独自の音声認識ソフトウェアを使って、一部の言語において登場するキャラクターのセリフに合わせて自動で字幕のタイミングを同期させています。これにより字幕の制作工程が大幅に短縮されました。また機械学習と AI 技術を活用して多言語社会のインドにおいて映像作品をより多くのファンにより早く届けることを目指し、機械や翻訳の工程を短縮するための研究開発を行っています。こうした取り組みを積み重ねて、将来的にはスピーディーかつ低コストに IP を幅広いファンに届けられるソリューションの構築を目指します。IP 価値最大化の取り組みを効率的に行うためには、それを支えるグループ共通のネットワーク基盤の整備も重要です。プレイステーションネットワークでは、広範な決済手段や通貨への対応に加え、短時間で大幅に増減するユーザートラフィックに柔軟に対処するオートスケーリングによって、品質の高い運用とコストの最適化を両立しています。プレイステーションネットワークはコンスーマー向けインターネットサービスとして、すでに世界トップ10に入る配信量に到達していますが、同時に過去最高のサービスアベイラビリティを達成しており、強固なネットワークサービスを確立しています。このネットワーク基盤をベースとしたコア機能、すなわちアカウント、決済、データ基盤、セキュリティなどの機能を拡大を続けるクランチロールに展開することで、グループとしてのエンゲージメントプラットフォームへと発展させることを計画しています。今後は日本のソニーミュージックが運営する各種サービスを一つの ID で利用できる一方モットを含め、ソニーグループ全体の各種サービスの ID 共通化を進め、お客様の利便性に貢献するとともに、プライバシーにも配慮しながら、より楽しんでいただける提案を行っていきます。また、エンゲージメントプラットフォームを活用して、モビリティや LBE などに向けたグループ内の新規ネットワークサービスの展開をサポートすることで、利便性を実現するとともに、ファンの興味、要望とクリエイターの創作意欲に対する知見を蓄えていきます。そして将来的には、それらを反映したファンエンゲージメント特化型の共通プラットフォームとして、ソニーグループの枠を超えて広くエンターテインメント業界で使われることを目指します。昨年もこの場でお話ししたように、ソニーが長期視点で価値を創出し成長し続けるためには、事業と人材の多様性を継続的に進化させていくことが重要です。ソニーでは国籍や人種、性別、価値観など多様な人材が集まり、異なるバックグラウンドや経験を持つことを大切にしています。それによって知識や経験の交流が生まれ、成長の機会が広がります。私たちはこの異なる属性や経験を持つことを強みとしてきました。近年、M&A により、エンターテインメント事業を中心に、専門ノウハウを持つ仲間が増えていることは、経験の多様性の観点から、ソニーに新たな考え方や知見をもたらしています。また、属性の多様性の観点では、外国籍役員比率や女性管理職比率を年々高めてきています。クリエイティブエンターテインメントビジョンでお伝えしたように、ソニーはクリエイターの創造性を解き放ち、無限の感動が生み出される世界を目指しています。そうした未来に向けて、クリエイターやファン、パートナーと共に、業界を超えた IP 価値最大化を着実に進めるとともに、事業と人材の多様性を継続的に進化させ、さらなる成長を実現していきます。ご清聴ありがとうございました。以上をもちましてプレゼンテーションを終了いたします。この後11時15分からメディアの皆様の質疑応答を、11時40分ごろから投資家アナリストの皆様の質疑応答を行います。オンラインでご参加され、事前に質問受付のご登録をいただいている皆様は、あらかじめ指定の番号にお電話をおつなぎください。なお、ご質問の流れと注意事項につきましては、スクリーンに表示される内容をご確認ください。それでは再開まで今しばらくお待ちください。